あー今回あーそうですね、新 y n セ s e n s e さんに入ってもらったおかげで、まあ、松山さんをはじめとした新 y n セ s e n s e っていうのが多分、正しい表現というか適切だと思うんですけど、あのー、映像に関しては結構僕も、何て言うんだろうな、アイデアとか方向性が結構はっきりあるタイプなので。 コラボレーションってて、結構難しいかなって自分でも大丈夫かなって正直不安はあったんですけど松山さんもすごく若いのにキャリアのある方だしいろんな仕事されてるから、まあ、そういった方とこうどういう形でコラボレーションできるかなって不安もあったんですけど松山さん自身がすごくオープンな方でかつすごく、あのー、話を聞いてくれるのがすごくうまくてでその僕がやろうとしてることをすぐ形にしてもらうのが本当に 上手だったのですすごくやりやりかったたですねすごい安心してましまだからなんかきっと松山さんたちはスタッフの『スインクセンス』の人々は多分結構大変だったと思うんですけど僕はもうだからもう安心してあの上が映像が上がってくるの待ってましたっていう感じでしたねあ松山さんはでもね若い今回初めてお仕事させてもらったんですけどねとてもこう若いのにすごく落ち着いてるんですよねで すごく大変だったと思うし結構ギリギリまでいろいろ作業してもらってるんですけどなんかギリギリまで全然表情出さなかったきっと大変だったと思うんですけどね、まあ、すごいだからあの現場でのこう強さとかやっぱね僕こういう作品作りってやっぱ最後の1日2日とかで結構何て言うんだろうな最後馬力出せるかどうかっていうのは結構重要だなと思っていてそれができるかできないかってね結構やっぱりその。 その人のの人底力みたいなのが見えるしあと作品のクオリティがそこで一気に変わっちゃうので、うん、結構やっぱそのギリギリ最後のところでどういうあの態度というかねどういうなんて言うんだろう望み方でクリエーションしてるかっていうのは結構重要なんですけど松山さんは全く表情に出さずにただ淡々とハードワークしてる感じでしたねで松山さんと一緒にやってたスタッフの方々アーンカ戦のセンスの。 ひきたくんっていう方がいましたけどひきたくんもまさにそういうタイプでギリギリまでこう多分内心テンパってるのかもしれないしいろいろ終わるのかもしれないけども全くタフでしたね最後まで本当に仕事をすごく丁寧にしてくれたなってなんか多分きっとちょこちょこ本人たちの中でもあの解決できなかったバグとかあったと思うんですけどもうそういうのにも多分なんか力技で対応したりとかしてたと思うんですよね そういういいのもすごいなと思って見て見たから、まあ、なんかその結果的にすごくいいクオリティの作品に仕上げてくれたし僕がもともと求めていたようなものをちょっと超えるやっぱり超えてくるようなねあの映像にしてくれたなと思っていてそれは嬉しく感激しましたあと松山さん本当なんかね独特のペースで持ってて面白い方でしたね あ本当に、ギリギリのギリギリまでやってましたもんね。やってましたね。あれはすごいですよ。本当に、あの本番開始の <laughs> 10秒前までやってました、彼らは。<laughs> 大げさじゃなく。あのそれがすごく、僕はねあの、もしかすると人によっては、ギリギリまで何やってるんだって怒られることもあるかもしれませんし、そういうタイプの人もいるかもしれないですけど、僕自身も比較的そういうタイプなので。 むしろなんかそこまでギリギリまでそのなんか1分とかを無駄にしないで手を出そうっていうところがやっぱすごくいいなって思いましたよ。やっぱ素晴らしいそういう人たちはやっぱすごい信頼できるなって僕も感じますね。まあオンライン作品なのでということで始まったわけなんですけどもで僕自身そもそももともとは。 その作品のフォーマットがいろいろ変えられるような作品を作りたいなってずっと思ってる中で、まあ、コ,ロコロナもあってオンラインという作品が比較的社会の中でも認知されるようになってきて、まあ、ただダンスの世界だと結局録画したものをとか普通に踊ってるのをちょっといろんなカメラで撮るとかその程度なものが本当に多かったんですよね。でやっぱりまあ自分はそのオンンライででしかできなないような ダンスの見せ方ができなないいかなと思っていたんですで、まあ、そういう中でこう今回こういった挑戦ができたのはすごく僕にとってはすごく大きな一歩になったなと思っていてでウエスト・ガールーンの方々がですねこれをワーキングプログレスとしてやらせてくれたおかげでやっぱりこう新しい試みに対してもう丁寧にこうステップアップをさせてくれてるっていうのが。 すすすごくややり,やすやりやすいですよね最初からこれがもう本公演だと結構大変だと思うんですけどやっぱ新しい作品をワークイングプログレスでやって1年やってまたさらにもう1年時間をもらえるっていうのはなんかすごくありがたいですよねだからまだこういったダンスのシーンではこういった表現とかまだ社会的には認めというかあんまり認知されてないと思うんですけど、まあ、そういうことをいち早く多分まだダンスの世界であんまりこれやってる人い,いないと思うんで。 あの非常に世界的にも早い段階でこういう挑戦ができたっていうのは誇らしいですねまあそういったあの今回その松山さんはじめ新刊のセンスの方々とか青木さんそれとそういったことをサポートしてくれたウエスト・カールのか赤レンガの赤レンガ倉庫の人とかもやっぱりある程度こういったものにこう,こう,いう挑戦をサポートしてくれるというかねそういう人々の同じような思いとか理解があったおかげでできたことだから。 まあそういういことを全部ひっくるめて誇らしいなってて僕は今感じてますねで結果的にワークインプログレスとしてオンラインでもやったしその劇場でもちょっと見せたんですけどもう,もうその時点で結構オンラインの価値と劇場の価値っていうのが違う別々の価値を提示することができたので思っていた以上にそういうものになってきたのがワークインプログレスワークインプログレスだったにもかかわらずそういったものがはっきり見えたので、まあ、すごく自信になったので。 来年の本公演のやりたいこととかできそうなことっていうのが結構明確になってきたなと思ってますんですごくこう僕にとってこう後押ししてくれる力強く後押ししてくれるような機会をもらえたなって思いました。